ャリーアップ。皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。ということで今日は10月14日、昨日は、FC イベントの相撲掘りでした。皆様参加されたか、参加してくださった皆さんお疲れ様でした。大丈夫ですかね、皆さん腕の方の筋肉痛とか足腰痛いなとかそういうのないといいなと思ってるんですけれども、きっと一緒に行かれてた方はいつ以来、小学生以来ぐらいの方とかが多いんじゃないかな。芋掘りわかんないんですけど、なんか事前のその芋掘りやりますみたいな発表した時にいつぶりかわからんっていう人がたくさんいたので、きっといいんじゃないかなと思うので、無事ね皆さんのお腰とかお腕が無事であること、そして芋がねちゃんと掘れていたらいいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、現状ですね、まだ先のことというか未来のことを予想して喋っているところはありますので、ね、無事にみんな取れた、ちゃんと持って帰れたっていうことになってたらいいなって思います。そしてバスの中でもですね、少しだけ映像を私撮った、そこだけの撮り下ろしたお話ししている動画を見ていただいたと思うんですけども、ライブ映像もその後に流れましたけど、皆さん盛り上がったのでしょうか。バスごとによって多分もしかしたら盛り上がる具合が変わるのかなってみんなで予想してたんですけど、もし皆さんバスの中で楽しいことがあったりしましたら、ぜひメールなどで教えてください。とにかく天気だけ持ってくれって今現状思っています。さっさっさっさということで、またねいつかちょっと芋掘りの話はしたいなって思います。今日はですね、キャリアアップのイベントの感想も来ていますので、そちらを読んでいこうと思います。それでは始めていきましょう。エンディングまでキャリアアップ、石原かおりのキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原かおりのキャリーアップ。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらです。ラジオネーム星波さんです。ありがとうございます。キャリーさんこんばんは。こんばんは。宮田真奈さんとのキャリーアップ公開イベントお疲れ様でした。2部とも現地で参加させていただきました。もともと真奈さんがキャリーさんのファンだったことから始まった仲ということで、2人の相性バッチリで終始楽しいイベントでしたね。映画解説をする昔の姿を見て恥ずかしがるキャリーさんは可愛かったですし、マナモさんのぶりっこセリフや全力で演じるゴリラの真似を見てバラエティ力が高くて、さすが元アイドルさんだなと思いました。特に印象に残ったのは、石原かおりクイズに全問正解したご褒美にキャリーさんのサインをもらったり、お話し会やチェキ撮影をする様子でマナモさんが喜んでいる姿や観客の皆さんに自慢する姿はまさに成功したオタクすぎて笑ってしまいました。イベント終了後はグッズとミモザを購入して大満足の一日でした。今後2人のお出かけエピソード楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。いや面白かったですね、イベント。どっちもさ濃かったじゃないですか。昼声も喜ぶ、もう本当に一日であれをやったのか分かんなくなるぐらいいろんなことが起きたなっていうのがね、すごい私的にはねすごく印象に残りました。そうだよ、マナモちゃんのあのゴリラがすごすぎたよね。だってスカート履いてんだよ、あんな綺麗な。まさかさ、あんななんていうの、すごい腰上げてさ前傾してんだってさ、リアルゴリラの歩き方さするなんて思わないじゃないですか。そう、事前になんかリハでゴリラのそのモノマネが入ってるってことに気づいたモノマちゃんは、ちょっとわかんないか研究しなきゃとか言って楽屋でね見てたみたいですよ。調べて勉強熱心だし、貪欲っていうのその笑いに全力で、だって本当はあれそのリハーサルでもゴリラ弾いちゃいましたけど出ない可能性大でしたから、すごい自分でもね、まさかこれを弾いてもらっちゃったこの姿見てるなってなみたいな。あと私的にはやっぱり
あのぶりっ子で煽るやつ、なんだっけ、何の企画だったっけな、あのすごいさ、まなもの隣に立てるよみたいな言ったやつ、なんだっけな、あの企画、フリートークか、あ、そっか、の罰ゲームだ、そうだそうだ、ぶりっ子の罰ゲームだったんだ。あ、そう、ぶりっ子サービスで、なんかお題があって、ちょっとね、そのなんかね、上から目線っていうか、なんかね、結構その自分よりは自分の方が上だと思ってんだよね、多分ね、可愛いっていうので、ね、っていうのを手でやってるんですけど、その煽りの勢いが半端なくて、やっぱりこう、なんていうの、いや、もうやってないって言ってましたけど、そのぶりっ子キャラをね、でもやっぱりこう、今まで積んできた経験値を真横で見させてもらったって感じがして、すごい面白かったですね。なかなか見れないものを見させてもらって、私もめっちゃ楽しかったですね。いや、いいイベントだった。まなもちゃんの新しい一面をほんといっぱい見れたなって感じがしました。ではでは、続きまして、キャリキャリネームマイマイさんからです。ありがとうございます。かおりちゃん、キャリキャリモーニング、キャリキャリモーニング。先日行われた石原かおりのキャリーアップ、あ、キャリーアップ&アップ公開イベント2024に参加してきました。宮田真奈さんをゲストに迎え、たくさんの企画に挑戦してくださり、終始笑いっぱなしのイベントでした。その中の潜在フリートークのコーナーで、かおりちゃんが、みんなはいつもにこやかで楽しそうな顔をしてるけど、みんなが何を考えているのか頭の中を知りたいとおっしゃっていましたね。ズバリお答えします。私がかおりちゃんのイベント中に考えていることは、かおりちゃんかわいい、大好きです、これにつきます。多くのファンがにこやかな表情をしているなと感じているのなら、それはすべてかおりちゃんのおかげで笑顔になっています。いつも楽しい時間をありがとう。これからもかおりちゃんにたくさん笑顔をもらって、たくさん笑顔を届けたいと思います。あー、回答が返ってきましたね。ありがとうございます。いつも気になってたのよ。あ、トークテーマが頭の中を知りたい。さ、そう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 、私の引いたお題がね、それで20秒ぐらいだったんだけど、もう一問、いつも気になってることをね、本当に今消えるわと思って。そう、なんでみんなそんな楽しそうなのってね。だってさ、自分はさ、普通にやってるだけじゃん、お話とか。でもすごいそれをさ、めっちゃ楽しそうにこうやって聞いてくれてるのさ、嬉しいんだけどさ、普通のことしか話してないのになってすか思うのね。だからね、なんでなんだろうなと思ってね、すごいありがたいなって思いました。優しさだね。みんながでもそんなに、あの、可愛い、大好きと思ってくれてるなら本当に幸せだなって思うし、変わらずやっていこうって思いますね。いや、嬉しい、ありがとうございます。ではでは、続きまして、こちらは逆ナイロールさんです。ありがとうございます。かおりちゃん、キャリーアップ&アップお疲れ様です。ありがとうございます。寮部参加させていただきました。寮部とも大変楽しくもあり、微笑ましくもあり、大満足のイベントでしたが、第一部冒頭でいきなり名言が飛び出し、しばらくつぼってしまいました。というのも、普段歌うときはマイクを左手に持ち、台本持つのも左手で、左手の数が足りなくてというパワーワードに、あしらか千手観音にしか解決できない悩みのトロにすっかりやられてしまいました。みんなの不思議を解決ちゃんを持ってしても解決できない悩みでしたかって、そりゃそうでしょ。台本、そう、要はさ、いつもはライブだったら台本持たないじゃない、で踊るからさ、右手はフリーなわけよ。で、まあ、これがマイクだとしたらさ、左手で持つから、マイク持つのも癖で、やっぱさ、右手だと違和感あるから左手で持ちたい。で、今回はラジオだからさ、台本もね、持って進行したりとかもする場面もあったんですよ、立ってる時は。ってなると声優さん、まあ、人によるよ、立ち位置によってさ変わるんだけど、基本的には左手でこうやって持ってさ、めくっていく仕事なのね。ってなると、やっぱその、なんていうの、台本持つのも左の方がやりやすいんだよね、基本的に。ってなるとさ、右手に持った瞬間全てがやりづらくて、まどうしようってなっちゃってね。で、最終的に何が言いたかったっていうと、キャリーアンプってみんなでポーズするんですけど、一部の時になんかね、ミスって変な、違う、リハーサルの時変な感じになっちゃったの。台本も
を持ち上げんのか、なんか結局マイクその時持ってて、マイクキャリアアップみたいな感じで横になっちゃってできなかったのね。それが悩みでその話をしたんだけど、どっちをどっち持てばいいのみたいな。すごい難しいんですよ。だから私は意外と右利きだから右の方が器用だとずっと思ってたんですけど、仕事に関しては左の手の方が器用なんだなって思いました。ちょっと難しいね。なんか早く最新技術でレンズ入れたら台本がここに見える、あのシステムみたいなのが出来上がってくれればこんな悩みもなくなるのになって。これまでどうしてたんだろうね。多分右手に台本持ったんだと思う。で台本抱え上げてたんだと思う。ああそう。で今回まなもちゃんと検討した結果、石原香里のキャリアパンナップぐらいが挟んでこうやってあげるっていうのがいいんじゃないかって袖で決まって、最終的には失敗することなくできてるんですけど、ねえ、どうにかしたいよね。あれどうしたらいいんだろうねっていうのを抱えていたら、手が左手がもう一本あればいいのになって思いましたって話をしていたんですよね。そう、次のイベントまでにね、そうだね、まなもちゃんと検討したここに挟むっていうのをちょっと、ね、覚えておかないとですね、また同じことをミスりそうなんで頑張ろうと思います。はい、てくってメールありがとうございます。引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。それではここで1曲、ここで11月20日にリリースする石原香里セカンドライブツアーカームマジックより1曲、ライブ映像を初解禁します。あのね、何回か踊って皆さんには振りを見せていたあの曲です。ぜひあの全部ね構成合わせて見てみてください。石原香里でキラリアット。こちらキャリする、キャリーする、すなわち成し遂げること。私が様々なあれこれをアットランダムにキャリするしていきます。今夜は軽快なトークをあなたに、潜在英語禁止フリートークでレッツキャリサービース。引かれた口に書かれたテーマについて設けられた秒数でしっかり収まりよく軽快におしゃべり、見事秒数ぴったりでトークを終えられたらよくできました。逆に誤差が出ちゃったら10秒に1回につき、10秒につき1回カメラに向かってキャリサービスを皆さんにプレゼントします。トーク中はですね、英語禁止のお邪魔ルールがあります。喋ってしまった場合は英単語、英語1単語につき1秒誤差として追加されます。ただしスタッフが気づかなかったら OK です。やりましたね、これもイベントで。あのびっくりしました。あの英語禁止っていうのが外れて、あの外れた瞬間、ま、ほぼ秒数通り喋れるっていうことに気づきまして、私今までこれさ、できてる回もあるんだけど、いろいろお邪魔虫ですっごい大幅にオーバーしちゃうことが多かったから、才能ないかもって思ってたんですけど、意外とありました。
でも最後の方では英語禁止、なぜか私だけ追加されまして、さすがにできなかったので、今日こそは挽回していこうと思います。それではやってみましょう。潜在フリートークでレッツキャリサービス。では最初のトークテーマは、これにしよう。真ん中、じるん、光、何でしょうか。光か。そして設定時間はこちらから、カレー、じるん、53秒。53秒で光か。ということでやってみましょう。それではテーマ光で53秒のフリートークスタート。私ですね、9月の頭からですね、動画配信サイトで、この間生配信をやったんですよね、初めて。それで、なんていうのかな、光をさ、やっぱ焚きたかったんですよ、夜だったから。で、うちこの、丸いライトが一個だけ、丸い光のやつがあるんですけれども、それだけだとやっぱ放送後見てみたらすごい暗くて、今もう何がいいのか悩んでます。まあ正直言うと、ここに焚いてるこれ持って帰りたいです。本当に何なのか知りたいから、詳しい人いつかちょっと教えてください。以上、石原かおりでした。やっぱベースわかんなくなる、難しい。あーとか言ってる間に何秒進んでんのかわかんなくなっちゃう。いや難しい、結構アウトな気がすんな今の。ちょっとじゃあ秒数を聞いてみましょう。秒数お願いします。57秒。4秒、すごいじゃん、やった、イエーイ。いや、そうか、4プラスピンが2個あったから6秒ね。あー悔しい。でも思ったよりは、思ったよりね、前は30秒とか普通に超えてたから、それよりはマシ。じゃあ続いてのテーマに参りましょう。こちら、有意義。また難しいの来たな。有意義ですか。有意義って、あー今日は有意義な日だなとか、そういうことだよね。いいことだ、いいな今日はみたいな。つかわかりました。じゃあこちらにしましょう。よいしょ、70秒。70秒の有意義を見つけられるか今悩んでますよ。有意義か、わかりました。ではちょっとあんま分かってないけどやってみましょう。では、テーマ有意義で70秒のフリートークスタート。私はですね、あー有意義だなーって思うのは、朝早く起きてですね、6時半とかに起きて、それで動画配信サイトの、またバカじゃない。自分ばっかり、生配信がされてるやつを見るのがすごい好きなんですよ。でそれは軽井沢の鳥押しの、生中継されてるやつを見るのがすごい好きで、ある多分お宅のお家の一角がずっと配信されてるので、そこの中で水がこうピロピロって、そのね、鳥たちが水浴びしたり飲み物飲んだり、あと餌とかも置いてあって、それを食べに来たり、あたまにね、あカタカナだ、でも名前なのどうしよう、これは、何、あれは日本語なのかな、リスは日本語？よかった、カタカナで表記されてるじゃん。リスとかも来たりとかして、それを見ながら紅茶を飲むっていうのにハマってるんですよ。でだから紅茶を大量に2リットルぐらい作って、2000ぐらい作る。あーもう、とりあえずペットボトル1本分くらい作ってですね、それを冷やして飲んでる時が最高に有意義だなと思います。以上、石原かおりでした。あーもうダメだ。自分が鳥になっちゃった。
あーもうひどい。もうなんか有意義だよね。有意義な話したかったのにもうねテンパっちゃったよすごい。ということでもうすっかり秒数とかもう亡き者になってたのでちょっと思い出して聞いてみようと思います。お願いします。103。受け入れられない、目が開かない。嘘。33プラス3で36。はもう40秒分ぐらい近くいっちゃってんじゃん。まだあのテーマ、まだあの、もういいでしょ。次のテーマ、大人。あー大人ね、大人で、じゃあ秒数はこれだ。18秒。すごい、こんな短いのね。大人で18秒か。あ、わかりました。ではじゃあテーマ、大人で18秒のフリートークスタート。この間ですね、マルコとマロの、あ、10割引かれる、あの1割引かれる割引、あ、もう18あったんですよ。そこで、あ、甘い、茶色い、お菓子を何の躊躇もなく買えた時に大人だなって思いました。石原香織でした。あ、うちの、あ、この間マルコとマルオの、10% オフっていうバーゲンセールが行われてたんですよ、マルイで。で、私いつも丸いの 10% オフになった時に、あの大好きなリンツってチョコレート屋さんあるじゃんの、そこに行ってちょっとだけお菓子を買うんだけど、ね、10% 引きだから。その時に行ったら、たまたまその新しい新商品のチョコのウエハースが売ってたんですよ。で1800円ぐらいすんの、何グラムか忘れちゃったけど。それいつもだと一袋しか買えなかったのね、一袋が2袋。でも箱のやつをね買ったんだって話をしたかったんだけど、カタカナだらけだった。もう商品のメーカーもだし、もうそのものチョコレートもダメだし、もう全然伝える気なくなっちゃったよね。すごい難しかった。ちょっと秒数が気になります。ってことで秒数お願いします。23。あ、でもまだやったー。しかも英語言ってないよね。おー、すごい、踏みとどまった。やっぱ3個目になってくると英語禁止なのを思い出せるんだよね。あー、ということでやってまいりましたが、全部のトータル金額じゃない秒数はですね、47秒分か。結構いきましたね。いつも30秒ぐらいに収まっていたはずなのに。ということで皆さんから来ている、キャリーサービスリクエスト、これデディン。あ、こちらはですね、ラジオネームコリドラスさんからです。科学の実験に失敗してしまい1億円の機材を壊してしまった時のあざとい謝罪。あざといで1億円わかりました。ではこちらのキャリーサービスをやらせていただこうと思います。それではいきます。受け取って科学の実験に失敗してしまい1億円の機材を壊してしまった時のあざとい謝罪。あれなんか動かなくなっちゃったんですけど、これって多分私よりも前に使ってた人だと思うんですよね。なので私はちょっと、まあやっぱりちょっとでも最後使ってたところもあって悪いなって思うので一応謝っときます。ごめんね。いや絶対うるさい、いや絶対うるさい。グーパンですよこんなの。グーパン、ダメダメ。1億円ですもん。ということで、でも許されたみたいでした。ありがとうございます。いやー、ということでサービスはここまでになります。いやー難しいです英語は。はい、ということで文化放送超 A&G プラスの YouTube チャンネルに行けば今のキャリーサービスをいつでもどこでも見られますよ。チャンネル登録、いいね、高評価ボタン、よろしくお願いします。
ろしくお願いします。真実探してキャリースルー、以上キャリースルーでした。石原香織のキャリーアップ。続いてはキャリーインフォメーション。今週の情報はこちら。石原香織セカンドライブツアーカームマジックのブルーレイが11月20日に発売になります。本日のラジオオンエア後にキラリアットのライブ映像をフルサイズで YouTube にアップしますのでお楽しみに。続いてイベント情報です。ライブブルーレイの発売を記念したリリースイベントとして、リアルでのライブ映像のコメンタリー上映会とライブメイキング映像のコメンタリー上映会の開催がそれぞれ決定しています。応募方法などの詳細は石原香織公式ホームページをチェックしてみてください。続いてライブ情報です。1月4日土曜日ビルボードライブ大阪、1月26日日曜日ビルボードライブ横浜にてライブを開催します。ぜひ遊びに来てくださいね。続いてコラボグッズ情報です。現在リーとのコラボアイテムがキャニメにて発売中です。バケットハットとデニムジャケットの2アイテムで秋にぴったりのアイテムです。続いて番組グッズ情報です。9月29日に開催した番組イベントにて先行販売した新グッズのアクリルキーホルダー、カラーボール、トラベルポーチが文化放送 A&G ショップで発売中です。ぜひこの機会にご購入ください。最後にファンクラブ情報です。ファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツやオフショットなどを公開中です。以上キャリーフォーメーションでした。例えばもしも君のそばに叶わないと気づいていても、影を探してる、どこへ行こう。お送りしてきました石原香織のキャリーアップ、エンディングのお時間です。ということで本日もお聞きいただきありがとうございました。いやでも本当イベントめちゃめちゃ楽しかったですね。ね、どうか何人が見てくれたのか分かんないんですけれども、でもうさ多分終わっちゃってるよね、在庫で見れるのもね。そう本当にいろんなことがたくさんね行われてて、私あんなになんか笑って大汗かいたのすごい久々だったわ。本当ずっとてか過去の自分のさ映画のさもうやばかったよね、ボロボロこんなになっちゃっててさ、すごいショックだったんだけど、すごい気をつけようと思いましたが、今日も結局さっきのフリートークでこんなになっちゃったんで、やっぱ変わらないとこは変わんないんだなって思いました。今後もちょっとあんな感じでやりますけども、あれが毎日行われてるわけじゃないので皆さん勘違いしないでください。ということで今日のステッカープレゼントはラジオネーム逆ナイロールさんです。おめでとうございます。あれですね、台本とマイクの手のね不思議のねメール送ってくださいましてありがとうございます。次回までには前回のことを覚えてやろうと思いますので頑張っていこうと思います。ステッカー届くの楽しみにしててください。ではでは石原香織のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香織でした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバーイ。この後は萌え転がしです。石原香織のキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。